はい、皆さんいかがお過ごしでしょうか。デンマーク在住の千春です。明日から6月ということで、そう、6月といえば、私の旦那マーカスの誕生日でございます。ずっともさんの中にはあのマーカスファンもいらっしゃるかと思うんですけれども、そんな今回はですね、マーカスに焦点を当てまして、このデンマーク人のマーカスというのはどういう人物なのかというのをご紹介していこうと思います。マーカス、はい、look at this、 so cute、 thank you、 I love you too。もう一緒にいて7年経つんですけれども、マーカスがネガティブなこと言ってるの聞いたことがないんですね。あとマーカスが休みの日で、私が仕事をして帰ってきた時に、まあ、マーカスが珍しくまあ掃除とかそういう家事をしてたとして、私はそれに気づいてるけれども特に何も言わなかったとした場合は、マーカスはあの自分から、僕は掃除もしたよ、洗濯もしたよ、グッジョブマーカスって自分で言っております。他にもね、私がまあテスト前とかでもう自信ないわとか言ってたり、あとはあのマーカス自体がまあ高学歴の PhD をお持ちのポストドックでございますんですけれども、まあ、その友人たちっていうのもまあもうほぼほぼ高学歴なんでございますね。まあ、もしくはもうすごいちゃんとした仕事してるとか、まあ、こんなペーペーみたいな友達はいらっしゃらないんですけれども、まあ、そういう中に入ってね話をしていると、まあ、ついていけないこともあるので、ちょっとみんなが高学歴すぎて住む世界が違うわとかね、私が言った時もですね、マーカスは You can do it って言ってくれたりとか、あとはまあ PhD を持ってる人の中でもあのアホな人はいっぱいいるって言って、なんか私はそういう学歴みたいなのはないけれども、でもその理解する力とかそういうのはあのズバ抜けて高いと思うよみたいな感じで、なんかそういうところを褒めてくれます。行ってきます。はい、これはですね、まあ、私のバイトが早朝のバイトで7時半から始まるんで、だいたいいつも5時に起きて朝ゆっくりしたいから用意してご飯食べてなんやかんやして、で、まあ、6時半に出るっていう感じなんですけれども、5時に起こしてねって言ったら起こしてくれるし、まあ、自分で起きれますけど、まあ、あとはマーカス自体はその決まった出勤時間っていうのがないので、まあ、あのミーティングとかがあればその時間までに行くとかいう感じで、だいたいまあ9時ぐらいに着くように行くか、もしくはもう9時ぐらいに出るかとか、まあ本当に毎日自由って感じなんですね。もう行きたい時に行くっていう感じなんですけれども、だからそんなにマーカス自体6時半に私が家を出る時に起きてる必要はないんですね。マーカスなんてもう準備は10分15分あればできますんで、まあ、それでも別に私が何も言わなくても、私が家を出る前にはあの毎日起きてきて行ってらっしゃいは必ず言ってきますし、 Have a nice day ということを言ってくれます。あと私は土日どっちか必ず働いてるんですけれども、土日なんかマーカス休みやからね、まあ普通の人であれば寝れるだけ寝たいっていうのが普通だと思うんですけれども、それでも土日も全然変わらず6時半に私が家出る頃にはもう起きてきて行ってらっしゃいっていうのは必ず朝のお見送りはしてくれます。頑張れ頑張れ千春、 You can do, you can do。 頑張頑張、 You 頑張ね、 You 頑張プシュプシュ、 You can do it 千春、 You can do it。 あ、どうもどうも。これはですね、私が今住んでるリュンビュという町なんですけれども、駅から私の家までがもう上り坂オンリーなんですね。で、前に住んでたノアブロはもう坂が一切ございませんでしたので余裕だったんですけれども、初めてこっちに越してきてチャリンコでトライしてみたんだけど、すごい坂でもうヒーヒー言うのね。で、私がもう無理やとか言ってたら、最初の方は私が仕事行くのに駅まで自転車で行くんですけれども、仕事終わる時間に駅まで迎えに来てくれて、自転車で、で2人で自転車で家まで帰ってくるんですけど、一番坂がきつい何箇所かポイントがあるところを毎回私の背中を押して漕いでくれるという優しいやつでございます。
それをもう大体1ヶ月ぐらいかな、私が慣れるまで。まあもうやればできるんでしょうけど、まあしんどいもんで、私が慣れるまで1ヶ月ぐらいそれを続けてくれて、まあ今はもうだいぶ慣れたんで、毎日学校行くのにも、バイト行くのにもチャリンコで駅の方まで行くので、一人でも帰れるんですけれども、まあそれでもちょっと今日しんどいなとか、あとは仕事が忙しくってもう体力的にしんどいなっていう日であれば、マーカスに言ったら全然迎えに来てくれます。これはですね、マーカスは月金で働いてるんですけれども、毎回仕事終わって職場を出るときに、今から帰るっていうメールをしてくれるのと、プラス職場から家までの間にスーパーマーケットがいくつかあるので、まあ、そこに行くまでに何か必要なものがあれば、LINE 入れといてって毎日聞いてくれます。例えばミルク1個だけ欲しいなとか、卵だけ欲しいなってあっても言ったら、もう全然嫌な顔せず、わかったみたいな感じで買ってきてくれます。さらにですね、平日でたまに私が休みの日があるんですけれども、まあ普通やったら私が休みでマーカスがフルで働いとったら、お前が買い物行けよっていう感じじゃないですか。でも私休みの日こそメイクもしないし、出かける格好にもならないから、外に一切出たくないっていうタイプなんですね。休みの日はもう家にこもっていたいタイプなんでございます。どんだけ天気が良かろうが外に出たくないんです、私は。だから私が休みでマーカスが仕事でいっぱい働いて帰ってくる時も、何かいるもんあるって聞いてくれて、で私がじゃあこれとこれとこれお願いしますって言っても、喜んで買ってきてくれるといういいやつでございます。我が家は家事の分担っていうのはきっちり決めてはないんですけれども、まあ、アシストすればそれをやってくれますし、なんかなんやかんやうまいこと家事の分担っていうのができております、まあ、もちろん理想はね、こっちが何もアシストせんでも気づいて自らやってくれるっていうのがね、理想かと思うんですけれども、まあ、もともとマーカスはね、そんなこまめに掃除したりだとか、まあ、毎日掃除機かけるとか、ちょっととっちらかってたら片付けるとか、そういう習慣がないんですね、考え方が。ゴミ箱もパンパンになるまでほっとくっていうタイプでございますので、私からしたら生ゴミとかはね、もう毎日変えたいんですね。1日以上置いてたらやっぱり小林来たら嫌やしとかあるし、まあ、匂いも発しますしね。私はやっぱりこまめに変えたいので、夜ご飯も全部終わってから、もう今日料理せえへんなってなったら、生ゴミの袋を縛って、それをまあ玄関の近くに置いといて新しい袋をセットするっていう感じにしてます。で、まあ、別に私も仕事や学校があるから捨てれるっちゃ捨てれるんですけれども、まあ、大体ゴミ捨ては私が嫌ってゴミ捨てめんどくさいなっていう言ってるんで、そうなったらマーカスがなんかもうゴミ捨て担当みたいな感じになっております。別に言ったわけじゃないけど、まあ、自然とそうなってるっていう感じ。まあ、なので捨ててほしいゴミがあれば、もう全部玄関の横に置いとけば勝手に捨ててくれます、仕事行く前に。でご飯はですね、まあ、うちは私がバイトある日は早朝に出るから全然時間が違うので、朝ごはんはもともと別々にやってます。で私は自分が食べたいのはだいたい米、朝には米を食べたいので、まあ、いっぱい米炊いて冷凍していたやつを、まあ、取り出して一人でなんか簡単丼とか作って食べてます。でマーカスは朝からそんながっつり食べたくないタイプだから、毎日ヨーグルトとグラノーラとフルーツ乗せて、もう女子みたいな、もうすごいオシャンティーな感じの朝食を食べていらっしゃいますので、朝ごはんは別々にやっております。で昼ごはんはですね、私ほとんど昼ごはんいらないんですね。バイトがある日はバイト先でなんやかんや食べれるんで、ランチいらないし、学校の日は、まあ、週1の学校は昼までやから帰ってきて食べるし、もう1個の学校の日は2時過ぎまであるから、週1だけ私は自分でお弁当作って持っていくっていう感じ。あとはもう家で食べるかバイト先で食べるかなので、ランチいらないから昼ご飯も各自。マーカスは毎日ランチいるんですけど、なんか職場の食堂っていうのがあんまり値段の割によくねみたいな感じで言ってたから、1週間分ぐらいを、まあ、日曜日とかに作り置きして自分でランチを作って持って行ってはります。
で夜ご飯はですね、マーカスが月金基本、まあ、5時6時ぐらいまで働くんで、私も働いてたりする時もあるけど、断然帰ってくる時間私の方が早いんで、平日は基本的に私が作ります。で私が晩ご飯を用意したら、あの何も言わなくてもマーカスは率先して洗い物をします。で大体私金曜日毎週働いてるんですけれども、で金曜日は、デンマークは基本的にあんまり働かないと、まあ、早く家に帰る人が多いんですね。でマーカスも金曜日は結構早く帰ってきたりするので、金土日は基本的にマーカスが晩ご飯を担当してます。まあ、なので週4私、週3マーカスっていう感じで晩ご飯の担当は分かれております。まあ、それ以外にもね、あの平日であっても、もし私がなんかすごい忙しくしてて、もう疲れた無理、晩ご飯考えられへんってなってたら、それを言えばマーカスは喜んで OK、 じゃあ僕が作るねって言って、まあ、5時6時まで働いて、その後その足でスーパー寄って買い物して家帰ってきてご飯作ってっていうのもやってくれます。そこまでしてもらったらね、あの洗い物ぐらいせいやって思われると思うんですけれども、あのあもう無理、洗い物もできませんって言ったら、あの喜んで洗い物まであのやってくれるマーカスでございます。Do you have it? I think you're sweet. I know. こんな感じでですね、とにかくマーカスはあの毎日ムード関係なく愛をバチバチに伝えてきます。まあ、私日本人の方とも何人かお付き合いさせていただいたんですけれども、まあ、こんな感じにバンバン言ってくる人なんかいなかったですね。まあ、そういう文化がないからだと思うんですけれども、日本にはなんか私的にはそういうムードにならないとそういう言葉を発しないっていう感じなんですけれども、マーカスの場合はもうムードとか関係なく、なんか好きって思ったら I love you って言うし、何にもない時に例えばもうすっぴんで二重顎にして寝転んでバーってやってる時も、一番イケてない顔っていう時でも I think you are sweet とか言ってくるからね、ちょっと目を腐ってんのかなって思う時もあるけど、でもそれをもうほんまに毎日そんな感じでもうこまめに愛を伝えてきてくれるもので、最初の方は何言ってんだこいつっていう感じもあったんですけど、今はもうありがとうございますみたいな素直に受け取るようになりました。まあ、あとねチューとかももうほぼほぼ私したいって思うことがないんですよ。もう20代であのそんな気持ちは消えてしまった。そんなチューしたいって思うことございますか皆さん。30超えて私ないんですね、そんな気持ちが。だから自分からマーカスにチューしに行くっていうのがもうほぼゼロなんですけれども、それでもマーカスはめげずにと言いますか諦めずにと言いますか、もう毎日何かにつけてチューを求めてきてくれます。だからマーカスが求めに来てくれなければ私からすることはないので、もう本当にレス夫婦みたいになっちゃうと思うんですけれども、マーカスの場合はもう家帰ってきたらあの求めてくるし、家出る時も求めてくるし、なんで今っていう時でもあの求めてきてくれますので、それでなんかこの我々のまだラブラブな関係が保たれてるのかなとも思います。 I wanna be YouTuber. That sounds like a good idea. You can introduce Denmark like abroad in Japan. I wanna take a master degree in Denmark. Yeah, you can do. Let's look up what universities you can apply to with your bachelor's degree. I found what I can do. I wanna open bento shop in Denmark. That sounds delicious. You need somecleaning certificate, food certificate, but I think it's a really good idea. はい、こんな感じでですね、マーカスはとにかく私がこれやってみたいとか、もうそんなあんま深く考えずにこうバーンって言ったことでも、絶対なんでやねんとか、いやそれはっていう感じで絶対言わなくって、もう全部に対しておいいやんみたいな、ほんならこれこうしたらいいんちゃうとか、もうすぐアシストしてくれるんですね。大学のやつで言えば、私はこんなデンマークの大学の制度なんか全く知らないから、そういうのも全部マーカスが調べ上げてくれて、私の大学、日本の大学で取った学位を使って入れるようなデンマークの大学院ってなったら、こことここですよみたいな、でここをアプライするにはこういうのが必要ですよみたいな、もうそういうことまでもう全部細かく調べてくれます。
で、だから今でもね、YouTube 別にそんな稼げるわけでもないのに、もう本当に趣味みたいな感じでやってるのにね、それでも全然応援してくれますし、今でも私が動画を公開したら、すぐ見て視聴数を上げてくれますし、多分皆さんのコメントにもいいねしてるんではないでしょうか。とにかく私ね、もう35歳にもなったんですけれども、未だにやりたい仕事っていうのがもう見つからないんですね。お金になるようなやりたいことっていうのが見つからないんですよ。だから YouTube とかはもう自分が好きで、こういう撮るのも好きやし、編集も楽しいからやってて全然苦じゃないんですけれども、だからってお金を稼げてないじゃないですか。コンデで生活できてるわけではないから、そういう生活できるための仕事とかやりたいことっていうのがマジでないんですね。あわよくば働きたくないものですから、私は。キャリアウーマンに興味ないもので、本当に働かなくて暮らしていけるのであれば、働いておりません。ただ、今は働かないと暮らしていけませんので、いやいやながらアルバイトをしてるという感じでございます。今すぐ辞めていいよって言われたら、すぐ辞めます。何の後悔もなく、悔いもなく。まあ、そんな感じなんでね、やりたい仕事がマジでないので、本当に、まあ、どうしようって感じなんですよ。デンマークに住むからには、まあ、働かないと、まあ、無理なんですね。専業主婦でやっていくなんて、まあ、マジ無理なんです。子供も作ってもだし。もうこれからどんどんお金がいるんでね。だから本当に仕事を真面目に、ちゃんとしたフルタイムの仕事を見つけないと、やばいと思う、やばいっていうか、ダメだという気がするんですけれども、まあそういうのがね、未だに見つからんわって正直にマーカスに言ってもね、まあ今は別にいいんじゃないみたいな、やりたいことやって、まあアルバイトもして、必要最低限のお金は稼いでるし、納税もしてるし、いいんじゃないみたいな感じで言ってくれるから、まあ私自身もそんな焦らずにですね、まあまあ、後々なんかやりたいこと見つかればいいかぐらいの気持ちで、それもまあストレスなく過ごせてる原因かなと思います。Hey!Yeah, I wonder, how did you get home from the hospital after giving birth? Yeah, good idea. まずね、私何でも聞いてくる人ね、マジ無理なんですよ。自分で調べもせずに、もうすぐ私に、これってどういうことなんとか、これどうやったらいいんって聞いてくる人マジで無理で、知らんやんって感じなんですね。自分でまず調べても分からんかったら、そういう、こうやって調べたけど、こういうのが分からへんかった、知ってるみたいなやったら、喜んでアシストするんですけれども、自分で何の苦労もせずに、いきなりこっちに聞いてくるやつ、マジ無理なんです。で、マーカスはね、もうその逆っていう感じで、まずすごい早い段階からね、バースプランとか、マーカスに出産の時どうしてほしいかっていうのを聞かれたんですね。でもこっちもそんな早く聞かれてもまだ考えてないから、わからんわ、しかも、初産、初産、初産やしっていうことで、わからんわって言ってたんです。そしたらですね、マーカスの友達たちは結構今ベビーブームで、いろんな方が近々産んだり、もうすぐ生まれたりって感じなんですけれども、まあ、その最近子供を産んだっていう友達に自ら話を聞きに行きまして、で、何をしてもらったのが一番嬉しかったとか、何が一番してほしかったとか、そういうお話を聞いて、そのお友達は産後1ヶ月間が一番大変やったっておっしゃってたんですね。普通やったら産後2週間は旦那さんも仕事休みになるんですけれども、産後2週間からはお母さんが産休の番なので、まあ、しばらく数ヶ月はお母さん一人で日中は面倒を見るっていう感じなんですけれども、その1ヶ月間ぐらいはいてほしかったみたいなことを聞いたので、それを聞いたマーカスは、まあ、すぐにプランを考えまして、もともと子供生まれてから2週間お父さんには休みが与えられるんだけど、産休というか、まあ、育休というか、プラスマーカスの場合はそこから2週間分自分の有給を使って休みを取るっていう今計画を立てまして、まるまる1ヶ月子供が生まれたらマーカスも一緒に育児をするために家で過ごすということになりました。もうこれもマーカスのボスに話し済みで OK をもらってるそうです。あとは日々ね、まあ、YouTube だったりとか、まあ、ネットで情報収集、子育てとか出産とか、そういうことについても情報収集はされておりますし、結構早い段階でまたなんかそういう教育とか、まあ、育児の本を Amazon で購入されまして、6冊ぐらい気に家に届いてね、それを今熟読されておりましたりとか、あとはね、デンマークの出産は全部公費で無料なので、
かなりギリギリまで来るなって言われるんですね。日本でも早いですね、まあ一回家帰ってくださいみたいなことあると思うんですけれども、聞いた感じでは日本以上にもギリギリまで病院に入れさせてくれないらしいんですね。まあそれで間に合わなくて外で産んだっていう人もいっぱいいるんですけれども、もうしんどいですって言っても、あ帰ってください、でもう一回行っても、あ帰ってくださいみたいな。マーカスのお母さんも確か3回行って帰らされたみたいに言ってたから、そういう感じなんですって。でも我が家の場合はこの家からその出産予定の病院までバスで30分かかるんですね。まあ、なのでもし無理です帰ってください一回って言われても無理じゃないですか。30分また、まあ、タクシー使うとしても家帰ってって大変やから、そうなった時のためにっていうことで、もう周辺にあるホテルを調べ上げましてですね、ここがいいんじゃないかということで、まあ、こういう出産が近くなった場合はホテルを取って、ホテルで待機できるようにしようっていうね、そういうプランを考えてくれたりとかね。もうあとは徐々にこの妊娠期間が経つにつれて必要なものがどんどんあるんですけど、まあ、例えばボディクリームが全然足らんとか、抱き枕がそろそろ必要やとかね、そういうのを言えばもうすぐ Amazon で調べて口コミをいいやつを手配してくれたりっていうのがあります。 Just wait. What is weed?None. Chiharu cannot eat melon, and then I have to do. これはもうマーカスの一番好きなとこと言っても過言ではないかもしれない。こんな私が残したメロンの端っこを食べてくれる人います？喜んで。絶対いないでしょ。まあ、普通であれば汚ねえなって言われると思うんですけれどもね、私は逆にマーカスが食べ残したものは多分食べれないんですけれどもでもマーカスは私が食べ残したものも全部きれいに平らげてくれますし、ああいう動画みたいにメロンの端くれだけでも食べてくれるし、いちごを買ってきてそのいちごが全然甘くなくて、私はこのいちご全然おいしいと思わないからもういらないって言ってもその甘くないいちごもちゃんと全部食べてくれますし、パンとかもね、基本中心部にしか中の具って入ってないじゃないですか。だから私はその中心部だけが食べたいんですよ、パンの。だからパン買ったりしたらマーカスに最初はい端っこ食べてって言って端っこを食べてもらって真ん中を食べるという、もうわがまま食べの毎日でございます。あと外食とかしてもね、例えばハンバーガー屋さん行った時に前2種類のハンバーガーがあって、で初めて行ったとこやから味とかわからんくて、で私味わからんかったら決めれないんですね。だって何が美味しいかわからないからってなったら、いつも2種類違うの頼んで、まず1つずつ味見をさせてくれて、私がこっちがいいって言ったやつを絶対にくれるっていう、そういういい人でございます。たとえマーカスがね、私がいいと思った方を同じくいいと思ってても、絶対私に、そのいい方を譲ってくれます。これはね、マーカスが周りからよく言われるんですけれども、最初はオーストラリアに住んでてマーカスというデンマーク人に出会った時はデンマーク人と出会うの初めてやったから、デンマーク人がまあこういう感じなのかなっていう思ってたんですね。日本人ってこんな感じかみたいなね、そういう人種でそういう特徴があるのかなみたいなぐらいに思ってたんですけれども、実際デンマークに引っ越してきてマーカスというこのキャラクターを YouTube でさらけ出したことによって、まあ、本当にいろんな方からマーカスすごいいい人みたいな感じでまあ言っていただけるんですね。で私の知り合いの方でもうデンマークで35年以上デンマークの会社で働いてるという日本人の方がいらっしゃるんですけれども、その方もこんなにいいデンマーク人いないよみたいな言ってくれたんで、あデンマークでもマーカスってやっぱり特殊にいい人なんだっていうのが分かったりとか、あとはマーカスの職場は大学なのでいろんな国の人が働いてるんですね。でデンマーク人がデンマーク人同士で固まりがちっていうのと同じように、日本人もやっぱり日本人で固まるとかいうのあるし、中国人の方は結構余計に中国人同士だけで結構固まるみたいなんですね。でそんなに社交的でもないから
本当に中国人のグループっていうのは他の人とそんなにコミュニケーション取らないらしいんですね。そんな中でわざわざ自らそういう中国人のグループの方に声をかけたりっていう人が少ないみたいなんですけれども、マーカスはもう全然関係なく毎日のように話しかけて仲良くなるっていう感じだそうで、その中国人の同僚の方々に本当に君はデンマーク人じゃないみたいだねって言われたらしいです。デンマーク人ってね、結構保守的でございますので、自ら知らない人に声をかけて仲良くなるなんてことはあんましないんですね。なので、デンマーク語の先生も言ってたんですけれども、デンマーク人の友達が欲しかったら、最低半年以上、まあ1年かかっても難しいかもしれないっていうほど、デンマーク人は、まあそんなにオープンマインドではないんですね。そんな中、マーカスはもう自らガンガン、いろんな人に話しかけに行くので、もう本当デンマーク人っぽくないねっていうのをよく言われております。私とかはね、もう仲良くても昔だんだん会わなくなったら、自分から最近どうみたいな連絡とか一切しないんですね。まあ、SNS で様子見れたらいいかって思うタイプなので、もうだからその子が SNS をやってなかったらもう全く現状を知らないっていう感じで、どんどんちょっと関係が薄くなっちゃうんですけれども、マーカスの場合はもう本当にいろんな国の友達がいるので、未だにオーストラリアで出会った方々とつながってるし、オーストラリアに出張で行った時もそういう方々と会って、なんかすごい楽しそうにしてたから、本当に友達がめちゃくちゃ多いっていう感じがします。私は少ない人数だけど、まあ、深くっていう感じなんですけれども、マーカスは浅いわけじゃないけど、もう本当になんかもう世界中に友達がいるみたいな感じの人でございます。それも私にはない、まあ、私とは真逆のええところやなと思います。はい、ということで今回はマーカスのええところ10個をご紹介いたしました。控えめに言ってもやばいやつちゃいますでしょうか。自分でもね、いまだにふとした時になんでこんないい人が私を選んだんだろうみたいな思うことがあります。28歳までも適当に日本で生きておりまして、急に思い立ってオーストラリアに留学したらこんなええ旦那に出会えて、今は結婚してデンマークに住んでいるなんて、もう20代の頃の私が知ったらもうびっくりするんじゃないでしょうか。今でも自分にね、ようやった、千春ようやったって思っております。日本にいた頃はね、やっぱり結婚に焦ってた時期もあったので、私の周り結構結婚が早かったんで、もう20代前半でほとんどの友達が結婚して子供も産んでっていう感じだったから、もう20代の半ばが多分ピークに焦ってたと思うんですね。だから街コンとかいっぱい行ったし、お見合いの合同お見合いみたいなのにも参加したしで、結構ほんまにいろいろしたんですけれども、今思うとですね、あの時に焦って、全然好みではないけど、まあ悪い人じゃなさそうだし、いいかみたいなね、なんか妥協して選んで、ってやらなくてほんまに良かったなと思います。アラサーになってもですね、この自分を諦めずにいたおかげで、今こんなに信頼できる、大好きな人と一緒に幸せに暮らしているという、もうとんだ幸せ者でございます。マーカスと一緒にいることにね、もちろん初めの方はもう自分が不釣り合いすぎて不安もいっぱいあったんですけれども、今はもうマジで1ミリの不安もございません。こうやってね、もう毎日マーカスからのビッグラブをいただいて、自己肯定感を高めていただいて、心穏やかに争いもなく過ごしております。もちろんマーカスにね、対してもはって思うこともね、あるんですけれども、そんなもん気にならんぐらいいいとこが多すぎるというのがマーカスでございます。もしね、マーカスのはっていうところが知りたい方いっぱいいらっしゃいましたら、また別の動画を作りたいと思います。それでは本日も最後までご視聴ありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。ピシース。